私は飲みすぎて頭が痛い。トリを取り戻した。うん、エスパー、おはようございます。今日は浅間コースのバックティーから回りたいと思います。しゃがんじゃったね。浅間コースのバックティーから回りたいと思います。さあ頑張ろう。こんにちは、さやぐさ心です。白樺で初のアフレコに挑戦したんですが、浅間コースも頑張ってアフレコしてみたいと思います。白樺コースはレギュラーで回ったんですが、浅間はバックティーで回りたいと思います。よろしくお願いします。バラバラになっちゃいましたね今。バラバラになっちゃった。低く低く出します。ここは無理せず、よし、フェアウェイに出すことを考えて打ちたいと思います。ちょっと手打ちだ。188ヤード刻みます。バンカーあるんで刻みます。うん、これは球も上に上がっていい感じに打てたと思います。アプローチのトップが止まりません。グリーンに止まったからよしとしましょう。強くないかこれは。かなり強く打ちましたね。二日酔いだぜ。どうやら昨日焼肉で飲みすぎた様子です。うん、次のホール頑張りましょう。浅間山に向かって打つショートホールです。私は飲みすぎて頭が痛い。顔が少しもう目が開いてないですね。そう、頑張っていこう。気持ちを切り替えて、ショートなのにドライバー振っています。苦手なバンカー出るかな。お、これはバンカーいきます。これね結構曲がりますよ。下りのスライスラインです。多めに読みましょう。グリーンが速いので少しいつもより多めに見ます。ナイス。よし、トリを取り戻した。ちょっとダジャレ打ってみました。広いです。気持ちよく振れそう。広いけど狙いは右らしい。軽井沢の紅葉は赤にならないらしいですよ。黄色の紅葉で終わるのかな。まあ、黄色の紅葉が多いみたいです。おお、これは結構振り抜いていきましたね。まだまだ341ヤードあります。うん、これも良さそう。いつもジョッキ目の5番ウッドで170ヤード打ち上げです。ナイスショット、ナイスショットでまだ170ヤードあるってことはかなり長いロングホールですね。
それも気持ちよく乗れてます。でかい。そらそうだ、そらそうだ。リスがいる、リスがいる。このゴルフ場には結構木のオブジェがたくさんありました。バーディーチャンス。行きます。早いです、めっちゃ早いです。ダフったけどいい感じだよ。加速する、加速する。わっ、ストップストップストップ、やめてやめて。あ、なかなかボールが止まりませんね。オッケーじゃないのこれ。オッケーじゃないのね。待てよ、早いので少しないらしい。隠れないから見よう。慎重に行ってほしいですね。うん。